レア作戦は、第一次インドシナ戦争初期、フランス連合による1947年10月7日から11月8日にかけての軍事作戦。フランスのバルイ将軍によるベトナム民主共和国を潰す試みである。予定では、空挺がベトミンの首領たちを捕まえて、続いて3つの渋滞でベトミンの中心地帯に打撃を与えるはずだった。実際の作戦では、 空挺の落下参効果がベトミンを驚かし、あと一歩で、ホーチミンとボーグエンザップを捕虜にできたところまで来たが、ベトミンは体制を立て直して、フランスの渋滞に反撃した。作戦はすぐ中止され、フランス軍は定地へ撤退した。フランスは、戦術的にはベトミンに呼び正しい数の死傷者を出せた、ものの、戦略的には、ベトミンの狩猟を捉えられず、 ベトミン軍にさほど損害を与えられなかったことから失敗とされる。1946年12月19日の襲撃以降、フランス連合は北部国境地帯の要点を着実に抑え、ハイフォン、ハノイ、ランソン、カオバンを占領、さらにトンキン西部と南部といったベトミンの拠点も抑えた。残りのトンキン東部も包囲したがベトミンが、 ゲディラ戦術を採用したため戦争を終わらせることができなかった。フランスの指揮官、ジャンウェティエンヌ・バルイもこの事実に気づき、情報機関からベトミンの本拠地はバックカン市にあるという情報を入手した。バルイはバックカンへの奇襲で、ホーチミンらベトミンの指導者を捉え、ベトナムの独立運動を終わらせようとした。1947年秋、フランスによる レア作戦作戦は10月7日に開始1100人の空挺兵がバック艦師にパラシュート降下した。空挺兵たちはすぐに同志を占領したが、ホーチミンなどベトミンの首領たちに逃げられた。そのほぼ同時、フランス10個大隊はランソンから顔ンに移動、続いて南下してグエンビンを通過してバック艦へ向かおうとした。 この航軍の目的は中国からの補給と増援を遮断し、同時にベトナム軍を包囲殲滅することにある。しかしながら、道路の整備の悪さと地雷、腹の影響でバック監視周辺に到着するのは10月13日と遅れた。準備の時間を与えられたベトミンの反撃は手強かったが、フランス軍は3日後の16日に突破して空挺兵を救出した。 一方、フランスの河川部隊は、ローワとガム側を登る予定だったが、サスなどの障害で興軍に遅延が生じ、戦闘に間に合わなかった。ベトミンの4万人のゲリラ部隊は、ほとんどが、フランス包囲網の穴から脱出、ホーチミニや、ボーグエンザップ将軍などの首脳陣も同じであった。11月8日、作戦は、正式に中止された。フランスは、作戦中止までに、 ベトナム軍に9000人の損害を与えたと主張した。レア作戦と後の山中作戦の失敗を経て、フランスの指導者たちは戦術を変更した。フランスの経済と財政の問題により、インドシナ半島へさらに増援を送ることは不可能であった。そこで、フランスはベトナムの国道に全省部隊を設置して、トンキンの東北におけるベトミンの動きを封じようとした。しかし、 ベトミンはこの前哨戦を安や々すやすと突破して中国からの補給を終え反撃に打って出た。これが1947年の貢着から1949年から1950年にかけてのベトミンの勝利につながった。ありがとうございます。